ESD。 それは未来を作る人づくり。みんなで一緒に ESD について学んでいきましょう。 ESD の優れた取り組みを検証する ESD 岡山アワード2019で岡山地域賞優秀賞を受賞した事業を紹介するよ。今回紹介するのは岡山後楽館高校の街中のふるさと教育。一体どんな活動をしているのかな、信金教頭先生にお話を聞いてみましょう。岡山後楽館高校では街中のふるさと教育として、地域の方、施設や企業とのつながりを密にして、地域岡山市の課題を生徒自らが見つけ、そして解決する取り組みをしています。代表的な活動には楽館ランチ食堂や岡山県産木材ふれあい事業などがあるんだ。では詳しく見てみよう。地域の人に毎月1回食堂を開放して、生徒と一緒に食事を楽しんでもらう楽館ランチ食堂。学校と地域が交流することを目的に行っているんだ。楽館ランチ食堂は人と人とのつながりを作る場になっていて、生徒にとって学びの場にもなっているそうよ。いや、皆さんとお会いできるじゃないですか。高校生なんかと、話すこともあんまりないし、生きがいの一つですね。あんまり若い人と話するとね、ここしか。普段関わることのない世代の方と交流することができるので、私が知れなかった話とかを聞くことができて、とても勉強になります。ママさんとかだったら、子育ての話だったりとか、年配の方とかだったら趣味の話とかいっぱい聞けるのでいいと思います。地域との交流もできるっていうのが楽館ランチ食堂の良さだと思うので、私も力になれたらいいなと思ってます。岡山後楽館高校では岡山県産木材を使って建築デザイン系の生徒がベンチなどの木工作品を作り、近くの幼稚園、小学校や地域の施設などに提供しているのよ。利用する子どもたちや地域の人に木材の良さを感じてもらい、森林を維持するために出る間伐材を使うなど、岡山県産木材の利用を呼びかけているぞ。ヒノキは香りもいいし、見た目もいいし、温かみも感じられるので、小学校や幼稚園の子どもたちに座りたいと思ってもらえるようなベンチを作りたいと思っています。間伐は絶対に必要な作業だけど、捨てられる木が多いので、切られる木を無駄にしないために間伐材の有効活用が必要です。だからこそ捨てられるはずの間伐材を使ってベンチを作って、子どもたちにたくさん使ってもらえたら嬉しいです。この他にも、町の課題について生徒が調査し解決策を考える探究岡山の未来や、西側で捕獲した魚やエビなどを水槽で展示し、生徒が手作りの図鑑を使って子どもたちに自然の豊かさや環境の大切さを教える西側水族館など、後楽館高校では町中のふるさと教育としてさまざまな ESD 活動を行っているのよ。生徒たちも地域の人たちと触れ合いながら、楽しく地域の課題や環境問題について学んでいるんだ。 ESD の活動を通じて生徒たちには自ら一歩踏み出して、周りの方と力を合わせて問題を解決する、そういう人材になってもらいたいと思っています。 ESD 岡山アワードについてはウェブサイト岡山 ESD ナビで紹介しているよ。みんなも一緒に取り組もう。詳しくは岡山 ESD ナビで検索。